こんにちは、みそきかおりです。今日も YouTube 始めます。今日は、私が大好きな豚があるんですよ。これは成城石で見つけたんですけど、下田さん家の豚っていうのがあるんですよ。これを使って、豚汁と豚ステーキを作りたいなと思います。これね、はい、下田さん家の豚っていうの名前が、これが本当にどこの豚食べても私は一番美味しいと思ってるんだよね、今のところ。あ、そうなんですか。そんなに美味しいんですか。いや、本当に美味しいの。私本当はこの脂身みたいな好きじゃないんだけど、うん、ここのやつは全然食べれちゃうし、うん、甘みがあって本当に美味しいんですよ、うん、まあその某デパートで売ってる豚とか、うん、まあそういう黒豚とか、それを食べて、まあいろいろ食べてもね、やっぱりね、行き着くのはこの下田さん家の豚。この下田さん家の豚が美味しくって、ちょっと下田さん家行ってみたいわって思う。そこまで好き。いや、本当に、下田さんに会ってみたいぐらい好き。それぐらい美味しいんですよ、本当に。しかもあれですね、味付けのやつとかも買うんですね、かおりさん。味付け自分でするんじゃなくて。いや、そうなの。私も基本的には人が味付けたものとか買わないんだけど、はい、この下田さんの豚に限ってはちょっと興味が湧いちゃったの。いや、どんななのかな、まあ下田さんが味付けしてんじゃないと思うんだけど、でもちょっとどうなのかなと思って一回買ってみたの、はい、そしたらめちゃくちゃ美味しかったの。でしかもやっぱ忙しいでしょ今私も、はい、でこれを買っとくと、これ焼くだけなのよ、うん、本当に焼くだけでいいのよ。だから豚自体も美味しいし味付けも最高だから、うん、今日は基本的にやるのはちょっとまあ手抜き料理じゃないけど、うん、本当に簡単にできるものにしようかなと思ってます。まずこの豚汁からいきます。材料は、はい、材料はね、これはしめじ、はい、それからさつまいも、これじゃがいもの人もいると思うんですけど、はい、うちはさつまいもを使います。あとごぼうのささがき、はい、それから、油揚げ、それから絹豆腐、はい、こんにゃく、はい、で大根で長ネギで人参です。でうちのこだわり、この味噌ですね。すごいね。お味噌が3種類使ってます。これはもう味噌汁でもそうなんですけど3種類使ってます。まあ普通の赤味噌と白味噌、あとは京風の本当に白味噌、うん、これを3つ混ぜることによってとても美味しい汁物になりますので、はい、はい。それから、まあ、いつも味噌汁の時は昆布とカツオで出汁を取って作るんですけど、まあ、この豚汁の時は簡単に、あとはまあ忙しい急いでる時とか、私はこの茅の出汁が好きで、これを今日使いたいと思います、はい。豚汁の時はまず豚だけ先に炒めますので、まあ、これ切り落としなんてまあこんぐらい、まあ、小さいのもあるんだけど、はい、まあ、ちょっとこう大きいのもあるので、うん、だいたいザクザクっと大きそうなのは切りますね、うん、ちょっと豚汁ぐらいね、こうちっちゃい食べやすいぐらいにもうザザッとでいいんで切ります。で私だって昨日マネージャーと一緒に2人で買い物行ったんだけど、はい、うん、下田さん家の豚について、まあお肉屋さんのイケメンのお兄ちゃん捕まえて聞いてたよ。うちのマネージャー基本的に料理あんまりしないから、はい、絶対自分で食材とか興味ないはずなのに、うん、率先してなんか喋りに行ったなと思ったら、うん、イケメンのお肉屋さんがいましたよとか言ってさ、いかにも自分が知りたいかのように、下田さん家の豚っていうのはどこの成城石井にもあるんですかとか言ってさ、すごい長いこと喋ってんのよ、楽しそう。料理しないのに。料理しないくせに、そのイケメンだからだよ、絶対あれ。で、まあこれもそんなに完全に火が通るぐらいじゃなくてもいいです。野菜と一緒に煮込みますから。はい、いや、豚汁はいいよね。やっぱりいろんな肉も入るしさ、野菜も入るから栄養もあるし。うちなんかほら、もう冬場じゃなくても、まあ年中作ってますよ。これがあれば朝忙しい時なんて、これとご飯ともう卵かけで十分で、お湯を沸かしてますから、はい、この鍋にでね、そこにさっきのこのかやのだし、はい、このかやのだしを入れます。まあこれは作る料理よりますけど、うちはまあこれぐらい大きいんで今4つぐらい入れます。あ、袋になってんだ。うん、1つぐらい入れます。で、まあこれはちょっとこのまま置いとけば出汁が出ますから、これは本当にね、美味しいし何にでも使えるよね。今まで私自分で取った出汁みたいのしか使ってこなかったけど、これは本当に無添加だしいいなと思った、まあ、こんな感じで、まあ、出汁が取れたらもうこれは抜いちゃっていいです。
で、まあ、ここで抜いてちょっとこうやって絞るとまだ出汁が出てくるから、それもちょっとねもったいないからこうやって入れて、でここにお湯ができたら、まあ、このぐらいささっと炒めたものも一緒に入れちゃいます。これを、そしてまたちょっとこれが沸騰するまで待つと。今ちょっとこれを沸騰するまで強火にしといて、やっぱりあの豚ですからこれアクが出ますからね、ちょっと、うん、だからこれで沸騰してきてアクは取ってから野菜を入れていきます。まあ物によってはすごい出る場合もあるしさ、もうやっぱり下田さん家の豚はいいよね、そんなにすごいアクも出ないもんね。あ、アクが出ないからいい肉なんだ。でこれぐらいになってきたら硬いもの、はい、人参とか、うん、火が通りにくいものから、まあ、入れますよね、はい、こうやって大根入れます。そしてごぼうはあのこれ水に入れてもうちゃんとアク抜きをしてますから、でそれをよくねまたさっと洗って、で水を切ったらごぼうも入れる。それからこんにゃくも入れます。もうどんどんつけて入れていくんですね。そう、ちょっとこんにゃくは多めです。あの娘たちがヘルシーなねこんにゃくばっかり拾って食べるってこともあるんでこんにゃくはちょっと多めにしてます。これさつまいも、さつまいもも入れます。あとはもうこれ煮るだけなんです。早っ。いやそうそう本当にそう早い。やっぱほら豆腐と油揚げはちょっと後がいいけど、はい、まあ、しめじ入れるでしょ、はい、でまあ、ネギもちょっとうちは太めにしてるんで、はい、まあ、ネギももう入れるでしょ、うん、もうこれをちょっと待つだけですよ、具材が柔らかくなるの。でそしたらここにまた味噌を入れていけば、まあ、豚汁は出来上がり。なんでねこんな簡単なものをやったのか、ただまあこの下田さん家の豚を使いたかったんですいや、しゃぶしゃぶをやるっていうのもちょっと変じゃん、なんかしゃぶしゃぶは料理やってね、なんかまあさ昆布とか入れて出汁はするにしても、まあでもちょっと下田さん家の豚を使いたいし、うちのまあ人気料理としては豚汁だから、うん、ちょっとこれをやってみたんです、うん、まあなんでこの間にちょっとあのね豚のステーキを焼きますね、はい、この味付きです。これ味付きですから、うん、本当にこれ焼くだけなんだから。これはもう本当にあの豚からいい油が出るので、はい、もう使ってるフライパンによっては油が少量いらないぐらい、あのなんだ今ほらすぐテフロン加工みたいにされてるフライパンあるじゃん、はい、そんなの絶対多分いらないと思うの。うちこれ結構だいぶ使ってるから薄くくっついちゃうだけだから薄くだけ引きますけど、こうやって豚を置いて、あ、こんなにも一気に焼いちゃうんだ。そうそう、ちょっとこうやって早く焼いた方からひっくり返していけば、いや豚自体も美味しいしさ、こんだけ味付けも美味しかったらやっぱ成長いし、すごいよね。ちゃんとこういい具合にカットされてるしさ、あとはこれちょっと蓋すればちょっとこう蓋して、はい蓋して、ちょっと弱火で火をこう通すようにしとけば大丈夫です。ほら、これぐらいだったらもうね、おもう通ってるから、あとお肉が焼けたらさ、はい、うん、こっち置いて一回出すじゃん、はい、この豚から出たさ、はい、美味しい油とこの味付けが残ってるじゃない、はい、ここにこのキャベツと椎茸を投入するわけですよ。あ、これをこれ入れて、野菜はもうお好きなものに変えてもらっていいし、うん、あとは野菜がない時あのキノコだけでも美味しかった、うん、ちょっと今日はね今味見の分ちょっと豚こうやってこれにご飯とさこの今できる豚汁があればさ、でも何にも使ってないもん味付け今日これねあの下田さん家と成城石井のおかげです豚汁も火が通ってきました。
うちはこれ絹豆腐を使ってるんで、はい、結構崩れやすいんですよね、はい、豆腐はちょっと最後で油揚げを先に入れます。で油揚げもお湯で湯通ししておくと無駄な油抜き、うん、油抜きをしてから使うと美味しいです。そしてここで味噌を入れていきます、はい、この3つの味噌を、まあ、大体こう3種類をざっくりと入れます。これはね使ってるうちになんかちょっと甘みがあった方がいいなとかって言ったらここの一番白い味噌を多く使った方がいいし、はい、お好みが出てくると思うんですよ。みんな使っても、はい、結構使いますね、うん、結構使います。まあなんせこれ大きいしね。こんな感じ、はい、でまあなんせ適当にやったもんですから味見は必要ですよね。あ、すごいじゃん。大丈夫です一発大丈夫です。そして最後この豆腐をね、はい、豆腐を入れて、いやこれでいいんじゃないですか。これで豚汁ができましたので、ちょっとぜひ食べてみてもらいたいなと思います。いや大輝はさ、ちょっと照れ屋だからさ、火星人ってさシャイなのよ。でシャイだからさ、ちょっとリアクションが薄いのよじゃあ大輝くんですか。あ、リナいるんだっけ。あ、あーちゃんがいる。あーちゃん、え、ちょっと待って、あーちゃん、え、ちょっと待って、ごめん、私今気づいたんだけど、あーちゃんなんで今家にいるの。いや、寝坊したんで、ちょっとスタジオいないと思ったのに。そうでしょ。本当はレッスン、うん、てかスタジオ借りて練習する予定だったんですけど、うん、寝坊しちゃったから時間間に合わなくています。まだいやちょっと待って、いや今日私あーちゃんに YouTube やるからって言ったら、いやあーちゃんちょっと今日忙しいからって言われて断られたんだよ今家にいたことが衝撃いるじゃん一緒にやればよかったじゃんうわ、そういうこと。あ、そうなんだ。じゃあ食べなさいよリアクションぐらいはね。いただきます。はい。さあ、まあ本当はちょっとこれにご飯があって、うん、まああとは漬物とかあったら、うん、もう完璧な夕飯になるし、うん、まあ、忙しい主婦の方もね、お仕事されてる方も、今これはもう全く味付けもしてませんから、うん、焼いて炒めるだけです。どう、あーちゃん。おいしいです。おいしい。ああ、やっぱ下田さんちの豚美味しいわ。細木家はもう下田推しですね。いや下田推し、これ下田さん見てくんないかな。いやちょっと下田さんにちょっと会いたいなって、ちょっと下田さんに興味が湧いてくるぐらい好きなんだよ。ドハマりじゃないですか。ちょっと下田さんに会いたいな。でお肉も食べてみたら、いつもあーちゃんが好きなほらお肉だよこれ。いやでもあーちゃん今ちょっとこれ食べるのちょっとビビってんのは、うん、あーちゃん矯正も始めたんですよ歯の。あ、そうなんだ、うん、歯の矯正も始めたから、調整中の期間の時に痛いのよ今痛いの。だからこれを結構小さく切んないと食べれない矯正やってる人は分かるよね、この痛み。ん、美味しい美味しい、すげえ美味しそうに言っていいよだこれは別にちょっと母の味って言えないけどさ成城石井さんの味だけどいやでも美味しいんですよ、本当に。だからぜひね、皆さんも成城石井に足を運んでちょっと下田さんちの豚を探してみてください本当に美味しいので、はい、はい、そしてぜひ YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。